インダス川。インダス川。ヒンディー語、サンスクリット、シンド語、パンジャーブ語、ペルシア語、パシュト語、チベット語、センジアチュ、中国語、インドがギリシア語、ニューデルタは、インドは大陸を流れる、主要河川。チベット自治区のマーナサローワールコの近くのチベット高原から始まり、ジャンムーカシミール州のラダックを通る。その後、パキスタンに入って、 ギルニット・バルティスタン州を通り、パンジャーブ州を南に抜け、シンド州に入り、パキスタンの港都市カラチの近くのアラビア海に注いでいる。インダス川の長さは 3180km で、パキスタン最大の河川である。インダス川本流の93%はパキスタン領内であり、5%がインド、2%が中国領を流れる。 インガス川の流域面積は116万5 0 0 0トル以上である。1年間に流れる水の量は約2 0 7キロメートルと推定され、世界で21番目である。氷河が広がる標高から始まり、温帯樹林の生態系、平野乾燥地帯を作っている。チェナーブ川、サトレジ川、ゼルム川、ビアース川及び、 北西辺境州とアフガニスタンから流れる二つの支流と共にシンドゥナナタイガのデルタを形成する。インダス川のインドでの名称はサンスクリット以来スインドゥ、シンデュである。シンド州の名も川の名に由来する。漢訳物典では翻訳して、スラ・アタマ川と言い,い、また現状、大東西域機にはシンドガの字を当てている。スインドに対応する古代ペルシア語のヒンド が古代ギリシャ語に借用されて、インドス、ヘロドトス、歴史に見えるとなり、それが、ラテン語に借用されて、インダスになった。インダス川は、パキスタイ経済、特に国の最大農業生産である、パンジャーブ州とシンド州の国層地帯の重要な水の供給源である。ペルシャ語で、パンジ、ポンジは五つ、アーブ、アブは、水という意味であり、パンジャーブ、 パンジャブという単語は、5つの川の地、という意味である。この5つの川は、ジェーラム川、シェナブ川、ダービー川、ビアース川、サトレジ川を言い,い、いずれも、最終的に、インダス川に交流する。インダス川は、多くの重工業を支えて、パキスタンの飲料水の主な供給源となっている。インダス川の最終的な水源は、チベットにあり、千家川とガー川から始まる。 そして、ラダック、バルティスターンを通りながら、北西に向かって流れ、ギルギット川と合流、南部カラコルムへと進む。シオック川や、シガル川、ギルギット川は、氷河の水をインガス川に運んでいる。ナンガパルバット山海の近くの高さ4500から5200メートルの巨大な峡谷を作る。この辺りで徐々に流路を南に変え、そして、早くハザラを流れ、 ターベラダムによってせき止められる。ターベラダムは山海の末端に位置しており、ここ以南は河口まで広大な中石低地が続く。インダス川はペシャーワルとラーワルピンディーの間を流れ、両都市の中間点であるアトック付近でアフガニスタンから流れてきたと合流する。その後、海まではパンジャブとシンド州を通り、川はゆっくり流れる。パンジナット川がミサンコットで合流する。 この合流点の北で、川は5つのパンジャブ川とカブール川、インダス川の水を運んでいたので、里など川、SAT は7、ナジは川の意味と呼ばれていた。この合流点以南では目立った支流は存在しない。シンド州に入り、サッカルやハイデラワードといった大都市を通り、タッターの東で大きなデルタを形成し、アラビア海へと注ぎ込む。インダス川は、 津波が起こる世界でも少ない川の一つである。インダス川の水は主にカラコルム、ヒンドゥクシュ山脈とパキスタンのチベット、カシミール地方と北パキスタンのヒマラヤの雪と氷河の水である。流量は季節によって異なり、冬は大きく減少し、7月から9月までのモンスーンの時期には川に多くの水が流れ込む。また、戦死時代から川の流路が変化していないことが、 証明されている。1816年の地震の後、カッチ大湿地を通り、万遺大湿原に隣接する流路から西にそれた。インダス川流域におけるきは、地域差はあるものの大まかに7月から9月、上旬であり、インダス川の流量も、その時期に最大となるが、川の増水はそれ以前の3月頃から始まっている。これは、春の到来とともに、 ヒマラヤ山脈やカラコルム山脈の雪解け水がインダス川へと流れ込むためである。雪解け水による安定した水流があるため、インダス川は特に寒気である10月以降の流水量の年角差が比較的少ない。一方、滑水期と増水期の水量の差は13倍以上にもなり、流量の季節変動は極めて大きい。インダス川流域は大規模な山脈の影響を受ける。 上流域ほど降水量が多く、インダス川平原部は北部がステップ気候、南部が砂漠気候であり、モンスウン期を除いては降雨は少ない。サッカル、シンド州北部におけるインダス川の流量、メートル毎秒、1937年から1970年の34年間の平均データ。チベット高原には世界で3番目の氷の蓄積がある。 中国気象局の全局長であった、旗台は、近年の氷の誘拐と気温の上昇は、短い期間では、農業と観光に良い面をもたらすだろうと言った。しかし、次のように強い警告を発した。世界銀行の南アジア局上級水アドバイサーの、デイビッド・グレーは、インダス川に、何が起こるかというにはデータが不足している。しかし、気候変動の結果として、 氷河が溶けることにより、インダス川の流れに影響を与えるかもしれないという恐怖感を持っている。川のない生命がいない砂漠地帯に住む人々は何を意味しますか私はこの答えを知りません。しかし私たちはこのことに関心を持つ必要がある。と言っている。インダス水系の流量は1990年代から減り始めているとの指摘もあり、農業や 生活の苦難を訴える流域住民も多い。パキスタンとインドは1960年にインダス川水利条約を結んでいるが、国土の多くがインダス川流域であるパキスタンでは、インドによるダム建設や意図的な過剰取水が水量減少の原因と疑う抱く国民も多く、紛争の火種になることが懸念されている。インダス文明も参照。インダス川は、 インダス海底線状地を発達させた。インダス海底線状地は山が侵食されてできた約500万キロメートルの世界で2番目に大きい堆積物である。最近の川の堆積物の研究でパキスタン北部のカラコルム山脈はただ一つの最も重要な堆積物の源でありヒマラヤ山脈は2番目であると示している。大抵はジェルム川やシェナブ川、ビアース川、 サトレジ川といったパンジャーブ地方からの大きな河川からである。アラビア海の堆積物の分析によって500万年前まではインダス川はガンジス川へと東に流れていたパンジャーブ地方の川とは合流していなかった。より早い研究で西チベットの砂と泥は4500万年前までアラビア海に到達していたことが明らかにされた。これはその時まで 古代のインダス川の存在を意味している。原始のインダス川のデルタは、後にアフガニスタンとパキスタンの国境上にある、カターウィズベイソンで発見された。リグベーダによると、シングナナ大河の7番目サラスバティ川、サラスバティの化身が、ヒマラヤ山脈からパキスタンを通りアラビア海へと注ぎ、サラスバティ川は、シング、インダス川の支流である。その後、サラスバティ川はなくなり、 現在のガッバル・ハークラー川の枯れ川どこがかつてのサラスバティ川だったとする説が有力である。ガッバル・ハークラー川周辺からインダス文明が発見されている。ガッバル・ハークラー川流域には古くから人が居住しており、紀元前2600年頃には流域各地に小都市が建設されるようになった。これはインダス文明と呼ばれ、エジプト文明、メソポタミア文明、 高賀文明と共に世界四大文明の一つに数えられる。特に上流域、現在のパンジャーブ州にあるハラッパーと、下流域、現在のシンド州域にあるモヘンジョダロがよく知られている。インダス文明は、青銅器文明であり、インダス文字と呼ばれる独自の文字を持ち、ガッカルハークラー側の増水を利用した、反乱濃厚を行っていた。しかし、紀元前2000年頃に起こった、 地殻変動によって、インダスと並行して、流れ海に注いでいたガッガル・ハークラー側の稼働が、隆起し、ガッガル・ハークラー川上流域が、インダス上流域へと注ぎ込むようになった。これによって、ガッガル・ハークラー川下流域は干上がって砂漠化し、またインダス側は、水量の急増によって稼働が不安定になり、氾濫が頻発するようになった。これによって、 文明のネットワークに打撃を受けたインダズ文明は、紀元前1800年頃に滅亡した。紀元前13世紀頃からは、北西のイラン高原より、アーリア人が大移動を開始し、この地域を占領し、他の遊牧系のダーサやダスユと争った中央戦争。アーリア人は牧畜を中心とした、反定獣生活を送りながら、次第に東のガンジス川流域へと進出し、 紀元前6世紀頃には、ガンジス中流域からインダス上流域にかけて16大国と呼ばれる国家軍が成立した。インダス川上流域に拠点を置いたのはそのうちのガンダーラ王国、クル王国であった。ガンダーラ王国の名はリグベーダにも記載されており、ベーダ時代から存続した国家であったが、紀元前6世紀にカンボージャ王国とガンダーラ王国はアケメネスアッサー。 ペルシャの俗領となった。アケメネス朝を滅ぼしたマケドニア王国のアレクサンドロス大王は、紀元前326年にインダス川上流域のパンジャブ地方に侵入し、ヒュダスペスカ藩の戦いでパウラバ族のオーポロスを破り、インダス流域を支配下に収めた。しかし、大王死後ディアドコイ戦争が起こるとこの地域の支配は緩み、紀元前305年、 再支配を狙ったセレウコス町のセレウコス一世を、退けて、インドのマウリア町のチャンドラグプタが、インダス領域を支配することとなった。マウリア町衰退後は、紀元前185年頃北のバクトリアから、バクトリア王国が侵攻し、インドグリーク町の支配を確立した。ついで、インドスキタイ王国、クシャーナ町、インドパルティア王国、再びクシャーナ町、エフタル、 サーサーアン・アサト王朝は次々と交代していった。7世紀後半、ウマイヤ朝のアブドルマリクによって、インダス流域全域が征服された。その後は、軍有各拠が続くが、10世紀末にアフガニスタンのマズナー社がインダス上流域に侵攻して、以降、西方からのイスラム国家の侵攻が相次ぎ、この地域は次第にイスラム化されていった。 ティムール帝国のティムールやムガル帝国初代皇帝のバーブルもインダス川を渡ってインドへと侵攻している。16世紀後半にはムガル帝国のアクバルによって征服され、1世紀ほどムガル領となっていたが、ムガル帝国の衰退とともに地方勢力が台頭し、上流域は宿王国が支配し、下流域はいくつもの小王国に分裂した。19世紀に入ると、 イギリスが進出を始め、震度占領後二度の祝戦争の後1848年に祝王国を滅ぼして、インダス川流域のほぼ全域をイギリス領インド帝国へと編入した。インドの独立運動が盛んになる中、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒が対立するようになると、全インドムスリム連盟が唱えるインドパキスタン分離独立論が勢いを増し、 1947年には宗教人口区分に合わせて上流域の一部がインド領、流域の大部分がパキスタン領として分離独立した。インダス川の原流域はチベット自治区であり、仏教徒のチベット人たちが居住する。インダス川は西へと流れるが、そこはインド領のラダックとなっている。ラダックは19世紀より、 ジャンムーカシミール半王国領となっていたが、もともとチベットとのつながりの深い地域であり、住民もチベット民族であって、宗教もチベット仏教である。その下流はパキスタン領のバルティスターンであるが、この地域は歴史的にラダックとつながりが深く住民もチベット系であるが、宗教はイスラム教であり、インドパキスタン分離独立の際起きた第一次、インパ戦争では、 パキスタン貴族を選択した。その下流のコイスタンなどを抜け、ヒンドスタン平原に入ると、東岸はパンジャーブ人、西岸はパシュトゥーン人が多く住むエリアとなる。どちらもインドアーリア人に属するイスラム教徒である。その下流には西岸にバローチスターン人、東岸はシンド人の居住するエリアとなる。ナンガパルバット地方では、 インダス川の河川争奪とこの地方の迂回によって、大量の侵食の総計が中流と下流に表面が硬い岩を運んできたと思われる。インダス川とガンジス川の分水嶺はデリー西方に位置するが、この付近はヒンドースターン平野のただ中であり、特に高い山岳によって区切られているわけではない。インダス平原とガンジス平原は連続しており、 地質的にも肥沃な中積土壌という共通点があるため、総称して、ヒンドースターン平原と呼ばれる。アレクサンドロス大王の遠征の時のインダス川流域の報告はこの地域は健全な森に覆われていると示しているが、現在は後退している。ムガル帝国のオーバーブルは、自身の階層期、バーブルナーマの中で、インダス川の土手で際に出会ったと書いている。 広範囲にわたる森林破壊と人間の、しわリク丘陵の生態系の妨害は、植生と生育状況を著しく悪化させている。インダス川流域は痩せた植生で乾燥している。農業は、考えによって維持されている。視力のないインダスカアイルカ、プラタニスタガンジェッティカマイナーは、インダス川のみで発見されている、イルカの亜種である。以前は、 インダス川の支流でも生息していた。川のイリッシュ、ヒルザは人々にとって美味である。川の魚の生息数は非常に多く、主要な漁業の中心地であるサッカルやタッター、小鳥はシンド州南部にある。しかし、ダムの建設と考えは養殖漁業に経済の活気をもたらしている。カラチの南東にある大きなデルタは、 世界で最も重要な生態学上の地域の一つとして、保護論者に認められている。ここでは、川が湿地、小川に姿を変え、海と出会う。また、島ガツオや車エビを含む、海の魚が大量に発見される。インダス川は、パンジャーブ州とシンド州の最も重要な水資源であり、パキスタンの農業と食料生産の中心を形作っている。インダス川下流では、 降水量が少ないので、特に川が重要である。考えの水路ははじめに、インダス文明の人々によって、後に、クシャーナ朝とムガル帝国の技術者によって作られた。近代的な考えは1850年に、イギリス東インド会社によって導入され、古い水路の修復とともに、近代的な水路が建設された。イギリスは、世界で最も複雑な水路のネットワークの一つの、 建設を監督した。パンジャーブにおいてはこれまでの考えで農耕が行われていたのは、川のそばの中石低地、ベートに限られ、川と川の間に広がる中石大地、バールは荒れ地となっていたが、イギリスは1859年の上、バーリードアーブ水路を川切りに9本の用水路を建設し、バールに大規模な入植地を開発してこの地方を小麦や 面下の一大産地へと変貌させた。和1350メートルの長さがあり、サッカル、ダルカナを考えしている。シンド州のサッカルに1932年に建設された和2万キロメートル以上に水を供給している。このダムの建設によって、氾濫農耕に依存していたシンド州の農業は、通年用水路による農耕へと移行した。パキスタンの独立後、 分割されたパンジャーブ州の灌漑システムは大打撃を受けた。特に東部において水を供給する上流部がインドに下流部がパキスタンに属するようになった上、両国間の関係は最悪で幾度かインドパキスタン戦争を起こしたからである。この問題を解決するため、1960年にインドとパキスタンの間に水管理条約が締結され、 インドがパンジャブの五つの川の内サトレジ川、ビアース川の三つの支流の水を、パキスタンはインダス川と二つの西の支流であるジェルム川とチェナーブ川の上流域の管理はインドから独立されて水を受け取ることが保証された。インダス・バシンプロジェクトの中心はジェーラム川に建設されたとインダス川に建設されたとそれらの補助的なダムである。これによって水利権問題は 最終的に解決したものの、東部三支流によって考えされていた、パンジャーブ州東部の広大な国草地帯に新たに、水を供給する必要に迫られることとなった。これを解決するため、パキスタンの水利電力開発公社は、バハーワルプールとムルターンの地域への水道を伸ばす、インダス川とジェイラム川の水を連絡するチャシュマ、ジェイラム連絡水路の建設を引き受けた。もともと、 インダス本流及び西部西流の水量は豊富で供給余力もあり、イギリス統治時代から構想はされていた計画であった。この水路の建設により西部の水が東部へと供給され、パキスタン国内で完結する安定した灌溉システムが再び構築された。パキスタンはラーワルピンディの近くの2743メートルの長さで143メートルの高さがあり、 8 0トルの貯水池を持つターベラダムを建設した。ハイデラバードの近くの和9 1 5ルの長さがあり、カラチに追加の供給をしている。にほど近いは10万キロワットの電力を供給している。インダス川の支流の広いつながりは、カイバル・パクトゥンクワ州のペシャーワルの流域に水資源を広げるのを手伝ってきた。また、インド側のパンジャーブ州も同様に、 国層地帯であり、東部三支流を水源に灌溉用水が供給され、インドの国層地帯となっている。パキスタンの灌溉高地率は76.9%、1985年、国土に対する灌溉面積率は19.1%、1985年、と非常に高いが、この灌溉用水のほとんどが、インダス川及び、 インダス水系からもたらされたものである。大規模な灌溉とダム事業は、パキスタンの木綿、サトウキビ、小麦のような穀物の大量生産の基礎となっている。ダムはまた、重工業と都市の中心のための電気を生み出している。しかし、大規模な灌溉は塩害などの環境問題をも、もたらしている。インダス川流域には、パキスタンの人口の80%が集中している。 インダス本流に沿った主要都市はパンジャーブ州にはあまりなくシンド州のサッカルやハイデラワードが主なものとなっている。カラチはインダス川のダムから水の供給を受けているもののインダス川からは離れている。インダス川は古代には重要な河川交通路であったが季節によって流量が激しく変化する上各地でダムが建設されたことにより 現在ではほとんど水上交通路としての機能は持っていない。インダス川流域において最も重大な環境問題は塩外である。インダス流域のほとんどは乾燥地域であり、特に農業生産力の高いパンジャーブ州及びシン州はそうである。これらの地域で19世紀末から20世紀初頭にかけて用水路が整備されると、用水路や農地からの浸透によって、 地下水位が上昇を始めた。地下水位上昇は、井戸利用の活性化をもたらすというプラス面もあったものの、地中に含まれていた塩分が、防災管現象によって地上に積出し、乾燥地域であるため、降雨による塩分の除去も行われず、結果として塩分化し、工作の行えなくなった農地が1940年代から急増し始めた。これを改善するために、土地改良事業や、 用水路の改良、ポンプ式井戸の設置や排水路の建設が行われている。インダス川の水質は沿岸の工場や農業用水などによって悪化している。川の汚染物質が高濃度になるにつれ、インガス川エルカの生息数が減少している。1997年パキスタン環境保護法に基づき、シンド州環境保護庁は、 インダス川周辺の汚染工場の閉鎖を命じた。インダス川床の減少は水質汚染のほか漁師が魚を取るために川に流す毒も原因の一つである。この結果政府はグドゥからサッカルまでの区間において漁業を禁止した。インダス川は寒気には氷河の雪解け水によって水量の年隔差が少ないものの浮気には 降水量によって水量が年によって大幅に変化し、しばしば洪水となることがある。特に2010年の洪水は大規模なものであった。2010年7月、モンスーンによる降雨が異常に多かったため、インダス川の水は堤防を乗り越え、洪水を引き起こした。異常降雨はさらに2ヶ月続き、パキスタンの広大な地域に壊滅的な被害をもたらした。8月8日、 新ンド州のサッカル付近にあるモルカーンジャトイ村で堤防が決壊した。8月上旬には洪水は新ンド州からパンジャーブ州西部へと広がり、両州において少なくとも57万ヘクタールの高地が浸水した。2010年9月末までに2000人以上が死亡し、100万件以上の家屋が破壊された。最終的には洪水被害地域は、 パキスタン国土の20%に達し、被災者は2000万人以上に達した。その翌年、2011年もモンスーン期に異常降水があり、8月中旬には前例のない激しい雨によって、シンド州の16の地区で洪水が起こった。この洪水はさらに拡大し、シンド州及びバローチスターン州東部、パンジャーブ州南部にまで広がった。 この洪水も大きな被害をもたらし、152万4773件の家屋と530万人に被害をもたらし、434人を死亡させた。農地の被害は70万ヘクタールに及び、前年に続いてパキスタンの国葬地帯に深刻な被害をもたらした。さらに2012年にも、今度は北部のカイワル・パクトゥンクワ州とパンジャーブ州、 ハーザードカシミールにて大洪水が起こり、470万人が被災し400人以上が死亡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。